この映像ではある男性が車から急いで降りてどこかへ走っていきますが、彼が向かったのは他でもないカンガルーが犬をさらっていこうとヘッドロックをかけている現場だったのです。犬の飼い主だと思われる男性が腹を立てたようにカンガルーに近づき、カンガルーもまたヘッドロックを緩めガードを構え戦闘態勢に入りました。あらゆる動物において先手必勝が重要であるように、男性は左はフェイクで右だと先にパンチを繰り出しますが、殴られたカンガルーは面食らった表情で見つめた後にその場を離れます。私たちが知っている可愛いイメージとは違い、カンガルーはキャプテンアメリカも真っ青のならず者で、知れば知るほど恐ろしい戦闘力を持ったすごく危ない動物のうちの一種だと言います。実際2017年オーストラリアのボディービルチャンピオン出身のデビー・ウルクワットさんは家の近所でジョギングをしていてカンガルーの襲撃に遭いました。カンガルーに襲われて病院に搬送され、なんと35針も縫うことになったのです。このようにカンガルーが人を攻撃する事件がたくさん起きているといいます。ちなみにこのような攻撃的な姿を見せるのは普通オスのカンガルーとのことですが、一体なぜなのでしょうか。まずカンガルーは群れで生活する動物として知られています。カンガルーの中で序列の高いオスのカンガルーがメスのカンガルーに選ばれて交尾する確率が高いと言います。なのでオスのカンガルーの中でも子孫を残すために血を流す戦いを絶えず続けているというのです。特にカンガルーは体の約 50% が筋肉でできているので、戦いに最適化された体で、2匹のカンガルーが戦うのを見ると総合格闘技の UFC を彷彿とさせます。しかしここで注目すべき点はカンガルーの尻尾なのです。両足が空中で蹴りをしている時、尻尾だけでまっすぐ立つ様子が見られます。最大90キロほどにもなるカンガルーの体を支えられる理由は尻尾に強靭な筋肉がついているからなのです。まるで3本目の足のように体を支えて、頑丈な爪がついた両足を使い他のカンガルーの腹部を攻撃することができます。もし人がこの足に蹴られたらあの世行きになりそうですが、幸いにもカンガルーは人と違って腹部を保護するため腹部の皮が他の部位よりもだいぶ厚く発達しているというのです。そしてカンガルーの戦いを見ると首をのけぞらせていますが、これは鋭い爪から最も重要な目を保護するために本能的に首を反らせているのだと言います。その他にもまるでジム1日目に鏡に映ったダンベルを持つ自分の姿に酔いしれるかのようなオスのカンガルーもまた普段から筋肉がはっきり出るポーズを練習して見せつける傾向があります。これは気に入ったメスのカンガルーを誘惑するための行動と言えるでしょう。ボディービルダーも顔負けの体を持つカンガルーはオーストラリアだけで約5000万頭が生息していて、ばったり住宅街や道路で遭遇することもあるんだとか。もしオーストラリアに行ったり、オーストラリアで視聴している方々のために偶然道でカンガルーに会ってしまった時、取るべき行動を紹介しようと思います。まずカンガルーと遭遇したらできるだけ近づかないで、遠くでカンガルーの行動を観察した後、最大限遠くに離れないといけません。しかし稀に攻撃的なカンガルーが近づいてきたら、カンガルーの鋭い足に捕まらないよう安全な距離を維持しなければなりません。ただ逃げようとするとものすごい速度で追いかけてくるので、棒や木の枝を拾い逃げ道を確保したり、垣根や木の陰に隠れた後、可能な限り早くカンガルーから離れることが重要だと言います。しかしその前にもっと大事なのはカンガルーの近くに行かないことです。おそらくこの映像をご覧になった皆さんなら、カンガルーの最強の攻撃力とその回避法がお分かりになったので、オーストラリアを旅行してもカンガルーの心配はしなくて大丈夫ですよね。今日は可愛くておとなしく見えますが、実は恐ろしいほどの破壊力を誇る危険なカンガルーについて調べてみました。ご視聴ありがとうございました。